西郡の長谷川正則です、はい、占い師の大石です。そして恋愛でねもうベコちゃんでーす。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、はい、毎回あなたが自分たち紹介するのに時間取りすぎなんですよ。楽しいですもんね、はい、楽しんで、はい、昨日は個人的にモジャさんを見てもらいましたけどね、はい、今日は、はい、マジすごかったです。じゃあ今日は、順番から、ね、あ、すみません、私で考えていきましょう、はい、じゃあ、同じようにまたあの即時でいきたいと思うんですが、即時で、はい、まずはあのお題を決めなければいけないので、はい、何を僕はその人間の存在理由というか何をこの見てくれて何を言ってるんですか。見てくれてだからこそですよ。正則さん、はい、じゃあそうです、あ、はい、存在、自分の存在したこの理由っていうんですかね、うん、意義みたいなのを知りたいですね。深い。人間全般ではなくて自分自身が、はい、なぜここにいるんだ、生まれてきたのかみたいな、という、うん、分かりました、はい、なかなかに何をすべきなのかみたいな、分かりました。まあじゃあやってみましょう、ではあのまた一文字、はい、一文字インスピレーション、思いつきで、思いつきで、何でもいいですから、何でもいいです、何でもいい、何でもいい、おお、またなんだろうこれ、書く、うん、なるほど、これが出てきたんだ、書く、もう思いつきでいいんですもんね、あ、もう全然何でもいい、何でもいい、インスピレーションね、ボケなくてもいいですもんね。いやいや、マジで、いや、ボケなくていいですから、ボケなくていいんだ、何つけ出そうとしたら、大喜利とかじゃないから、真面目だ、真面目だ、これでいいよ、これでいいですね、これで、はい、わかりました、うん、なんだこれはですね、うん、まあ上がこうカタカナの黒字があって、うん、あ、まあ、っていうか、まあ、書くっていう字ですけれどもね、であとまあここ下はもうこう、なんつらいのかな、まあ、書くの下なんだけれども、うん、これってこの足2本を取ってしまうと、まあ、田んぼの田なわけなんですよ、うん、で、句があって田があってってこういう形になっていますよね、うん、で、この下にもしこう力がついてくれると勇気の勇という字によく似てるものが出来上がるわけなんですね、うん、まあ、ちょっとあのカタカナの間と勇気の勇気、勇気、はい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 、なるほど、あれとちょっと微妙に違うんだけれども、うん、はい、まあ、あの間に比べるとここにないとか、あと力がこうないとかあるじゃないですか、はい、うん、そうするとね、この字を書いた人間っていうのは、うん、勇気にもう一つ力が足りないって見るんですよ。うわ、ですからね、本当は今こういうことを聞いているけれども、うん、自分の中で答えは実は出てるんですね。だけどそれをこうガーッと表に出すのが、うん、どうも躊躇してしまってる自分というのがいてね、うん、そういうのをいい機会だからここで裏付けてほしいよっていう思いがここに現れてるという形なわけなんですよ、うん、で、言われてなんかよく分かってないですよ。全然わかんないです。え、わかんない。いや、わかんなかった。え、まあまあまあ、うん、ね、周りはわかってる。勇気は本当ある。勇気は本当は持ったよ。勇気が、ないんだよ、本当。俺もわかってない。わかってねえじゃねえか。まあまあ、それちょっと続けてください。わかりました。はい、これはですね、うん、まあ、テーマが非常に抽象的ですから、うん、自分が一体何のためにいるんだっていうにこうなってるわけですけれども、うん、それはね、ここでいきます。そうだな、ちょっと待ってね、難しいよこのテーマ。いや、壮大だからね、自分の中にあるっちゃう、本当はあるってこと、そう、だから聞いてはいるけれども、うん、実はもう答えは出てるので、うん、それを確認したいだけなんだよということであって、うん、で、かなり実は虚無的な思想みたいなのを持ってる方なので、うん、おそらく意味なんかないよっていう結論を持ってるんだと思うんですよ。で、だからこそ今をちゃんとね、充実させていきなきゃねみたいな感じっていうふうに思ってるんだと思うので、そう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 。だから生きる目的は極論で言っちゃえば、うん、いや死ぬために生きてますぐらいの多分感性の持ち主だと思うので、うん、でだから今を投げやりにするんじゃなくって、うん、どうせ消えるんだったら今をこう楽しまなきゃねみたいな感じを、うん、打ち出していきたいと、そういうふうに思う、そういう人生観の持ち主なのではないかなというふうに思うんですけれどもね、うん、どうですか。僕はあれなんですよ、うん、和製太宰治だと思ってる。いや、和製だよ、もともと和製だからね。まあ、あの人も和製ですから。何を言ってんすか、この人は。
まあまあでもなんかそういう感じの人物ってことですね。でも、うん、分かりました。はい、そういう感じだろうな自分はっていう。いやいや、それもだけど先生がおっしゃった今言ったのも、はい、まだ本人はまだちょっとやっぱ根底にあるけどまだ気づいてないんじゃないですかね。もう気づいてるんですかね。うん、気づいてるけど多分出すとね、うん、行きづらくなるから、うん、あの、ね、オブラートにくるんでとか別の形にして今出してるよというところなんですね。あ、あのそれがご本人のこだわりでね、うん、でもなんかあの大地とか土とか土地とかそういったものがね、うん、そのイメージの根源にあるんですよね。へえ、最後は土に帰るってどうもなんか滅びの美学みたいなの持ってる人なんじゃないかなっていうふうに思うんだけど。そうなんですよ、僕忘れたの。ダダヤさんね、はあ、いやーこれちょっと壮大すぎますねテーマがね。いやーすごいすげえな、すごい。いや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 、まあ書く、うん、そうね、まあこんなもんにしとこうか。はい、時間は時間です。時間なんで、すごいな。はい、ということでとりあえず、はい、今日はこれで、ありがとうございます。また明日も見てください。